はい、ナビショです。エミリンこと、おまつめです。はい、今回ですけども、はい、なんとなんとの、ウーバーイーツ企画!2 回連続。はい。のウーバーイーツ企画。と見せかけて、今回違います。なんと、今回は、はい、キャルティエミリンのクッキングやっていただきます。よかったびっくりしちゃった、私。結構前にミラノフードリアを作ったんですよね。作りましたね。それ結構好評で、あら170万節ぐらい多分今言ってて、おー、ありがたいことに、あの動画ね、すごいことに補正比率が 80% ぐらい。すごい、これ俺のチャンネルではありえないんですよ、マジで。初、本来だって男性8割のチャンネルですもんね。そうそうそう、それが逆転してますもんね。なんとなんと、でもエミリンとかと関わり出してから女性率上がりに上がって、はい、今もう 30% 超えてます、実は。おららららららら、トータルで総合で見ても超えてるみたいな。でも女性と絡み出したのやっぱ良かったんじゃないですか。あ、確かに確かに確かに、うん、まあやっぱ俺の良さが分かるような、うん。そうね、やっぱ結局そこなよな。やっぱ結局同性から同性に伝えるの一番説得力あるから、もっと伝えていけば、ヒカルさんの良さを。そう、素晴らしい。そしたら洗脳ってなるんだから。いや、もう洗脳されとるやつだから。されてないって。洗脳ってされてないって。洗脳って脳を洗っとうからいいことやな。いや、だからそれが洗脳、その発言がもはや洗脳。なるほどね。で、今回は、はい、餃子の王将、あそこの餃子を想像だけで作ってみようかなと。おお、いいじゃないですか。餃子って作る難しいらしいんですよね。わかりますよ。皮は多分買えばいいとして。皮買えるんや。皮伸ばすところがスタートじゃないんや。伸ばします？いや、まあそれは任せるけど、バイス調べによると、餃子は結構難しいっていう。まあ難しい。私、皮から作るならめちゃくちゃ難しいんちゃいます？まあでも皮伸ばすだけだから、普通にパン粉とか。え、だって何入れるか分かんないじゃないですか。あれはでも無色透明で味してへんから。味するよ。無色透明でもないし。肉まんとか買って、中だけ抜いて伸ばすとかですれば。餃子の皮売ってるんですって、一般的に。なるほどね。売っとんやね、そこね、はい。そういうのも買って、とりあえず今回は餃子の王将に近づけるべく、二人でちょっと料理してみたいと思います。OK です。これだからスーパーに今から行って、王将といえばこれっていう、買っていって、クオリティを高くして、バイスさんとか食べてもらって、どうなったのかっていうの。餃子の王将に近づけたらいいんですもんね。そう。だから、餃子の王将って多分、冷凍で売っとるやん。それを使わずして、作るってなったら多分一気に難易度上がると思う。いや、何が入ってるんか全然ピンとこないですもんね、うん、まあだからニンニクとかそういうのじゃない、ひき肉的なやつとか、うん、あるやろ、なんかレシピが、材料とかは分かってます。ああ、もうのっぽいやん、はい、バイスヒントはありですか、なしですか。いや、なしで行った方がいいんじゃない。まあそうですね、まあ、まあそっちの方が面白いですか。ただその調理過程においてあからさまに俺ら餃子のスタートが分からへんよ多分、うん、何からすればいいんか分かる。分かんないです。分からんから、そういうとこちょっとマイスメモでところどころルートをちょっと修正して最低限の餃子になるようにした方がいいかもな。全然違うも生まれそうやから、ほんまに。だって何も気づきやったら。いや、違うも生まれないでしょうけどね、うん、さすがに。前確かにうまくいきましたもんね。前はめっちゃうまくいったよ。めっちゃ美味しかった。めっちゃうまくいったよ。あれ全然もう一回食べたいですもんね。結構だから、人が二人集まって頑張ったら、それはでもできるんやなっていう。うんうんうん、だから、いきなり無人島飛ばされても、なんやかんや俺らって生き延びるんやろなって思った。多分なんやかんやでね。うん、そう。行きますか。あ、行きましょう。スーパーまで、トクトバーシやってましたっけ。やっとるから。いや、すごい。トクトバーシ見たんじゃないそれ。いや、最近やってないけど、昔はこれやってて、結構この時飛ばし、真似してくれてるんですよね。うん。いや、ほんまそう、JO1 の、わかる ?JO1。わかんないです。わからん?はい。わかんわ。え、誰ですか。JO1 の川尻蓮くんが、はい、時飛ばしってやってくれたりとか、結構あるやん、ね、ほんま何人か。ヒカルさんの LINE スタンプにもありますもんね。あ、そう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 。そう、だから、結構、狭い界隈ではもう抜群に人気。あるそうよな、逆に。時飛ばす系のやつ。だからその、Here we go! です、私。あ、出せ出せ。行きましょう。日本人が英語使うな。何が入ってますか。野菜も何か入ってるの。あ、これ。見てたらもうちょっとピンとくるかなと思ったけど、来ないですもんね。そもそもネギも入ってないと思ってた。ネギ入ってないですよね、うん、でも野菜入ってるじゃん。ネギは多分違うんか。ネギ絶対違う。だってネギ入ってないですもん。なんだよ。食感も同じ食感。パンダ時にでも食感してる感じありますもん。野菜じゃないか。野菜じゃないですか。じゃあ何、うん、何が入ってんのあれは。じゃあ何やん。食感って、こういうの入ってません。やたら、まあ、分からんないけど、餃子ではないと思う。餃子ってそもそも全部すりつぶしてあるから、これで一回餃子の皮見に行かない。餃子の王将って何か違くないですか。これはキャンプにおろしたぐらいはありません。餃子の王将の中
まあ、大判ね。はい、でも、ひき肉じゃない。ちっちゃいなんか、肉、振り潰してあるんであれ。ひき肉なんですけど、牛か豚か鶏か問題。確かに、それ大ですね。豚やろ、餃子やったら。豚ですかね。いや、わからんね。私わかんないです。豚っぽいイメージあるけどな、餃子って。まあ、確かに。牛やったらハンバーグになっちゃう。ああ、確かに。豚じゃない。豚よ。豚どれ？これかな。これいく？でも、かなり入れますよね。だって、1個に対してお肉が入るわけじゃないですか。これとって3つぐらい。はい。次。え、野菜問題どうしますか？入っとんかね、野菜。入ってるよ、絶対あれ。でもどうする どうやってあんなんさ細かくするミキサーあミキサーミキサーミキサーってあれそんなでかい野菜見たことないけどね餃子なんかでも噛んだ時にシャキッとするじゃんそれってネギかネギなのかな餃子って磨いてんの考えたことなかったなこんなん入れてうまそうやけどなうまそうやけどでも王将の餃子ではないよなまあなあんなんやろ全然もうインスピレーション働かないですよビンとくれたりそうやけど見とったらミキサーするのかなんかもっと意識して王将食べてもよかった買ってきますいるな餃子のタレのところに乗っとんじゃん餃子なんかあんまり作らんもんな家にそうなんですよでもこの餃子の中身とか入ってそうやけどな餃子なんか食べないきますえそうそうボーバーみたいなこれウェイバーはあーウェイバー入れたら美味しくなるみたいに言いますよ、ね、これはワンジャン入っとる説ないあ鶏ガラあ入ってる気する鶏ガラ絶対すごい入ってる気する鶏ガラ鶏ガラですね、うん、ウェイバーも結構いいと思いますウェイバーあり買っとく一応、うん、ウェイバー入れたら大体美味しくなるみたいな言いますよねそうそうそうこれ言うもんあとガラスープガラスープってインスピレーションすごいですもんねこの辺じゃ刻みパクチーとかいやパクチー絶対違うよ私パクチー嫌いやから食べられへんもんだから食べれてるってことあタレ普通のタレ買いますあありますねシンプルな餃子のタレあでもこれちゃうピーマンないかだからピーマンやったら味したら絶対気づきますもん確かにでも餃子のお寿司は野菜入ってないんじゃん野菜入ってないんかなどうなのそんな意識して食わへんもんそうなんまた知った俺はだから見たんで分かった予想できたいや分からへんかったねなんかあそんな入っとったんやって感じ野菜は入ってます入ってます3つ入ってました3つ入ってますルイジ商品のハンバーグ考えたら玉ねぎ、人参とかじゃないですか人参は大変だからまずか、人参色で分からない色的にはそう逆にもう他野菜以外で終わりこれあとはでも調味料とかそういう風になってくるんであとはもうタレにもあるからでもこれだったら釜に2個包んで終わりですよ現状ねでもやっぱネギとか入っとった気するわ一回野菜コーナーで働かせましょう野菜の話入っとくのかな単純は買った方がいいじゃんそうなんですかねニラあ、ニラ絶対これ絶対あるわ入ってるニラ餃子とか言うのそうや。それってピーマンもありそうな気するけど。ピーマンないと思う。ピーマン。ネギはいる。ネギは正解な気がしました。ニンニク止め。ああ。これはあるんじゃん。ありそう。これ絶対そうや。これとネギでいいんじゃない。うん。これ大丈夫？これで。多分。深じゃんこれで。最低限のもできるんじゃない。これ一個だけ大丈夫か。わかんないよ。じゃあもう一個買っとく。もう一個買っとく。もう一回買っとく。オッケー。じゃあこれ買います。はい。はい、食材買ってきたんですけど、これどうするよまず。本当に見えないですよね。入り口から。そもそもこいつはさ、何寝るってことハンバーグでやったらこねるこねて、これに巻くぐらいしか俺思い浮かべてる。それであとはもう焼く。うん。炒める多分そうでしょ。炒めるはやばい。焼くんじゃないですか、普通に。それだけじゃん。だから、これ全部もう刻んじゃって、全部混ぜる、巻く。まあ、そう、棒あるかな、混ぜる系の。ヘラとかないんですか？あ、ヘラはある。ヘラでいけるんじゃないですか。とりあえずこれ。あ、ありがとうございます。でかいよ。と、どうあーでもなんか中華料理屋さんこんなんで作ってる気するあとはこれやいいですねいいですねはいこれこれちゃいますこれちゃいますえまあまな板、はい、あれ手洗うとこからやっといてはいそうですね、うん、大事になってきますよ俺手洗う係やからで私も手洗いますよまあ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 、まあとりあえずやることはもう簡単に俺結構こねたいこれ仕切りましょうかああそれがいいな、はい、役割分担で得意不得意ありますから人にははい切るのが嫌なんですねうわ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 えじゃあちょっとひき肉にちゃんと敬意を持ってないからですよひき肉舐めてかかってるからなるんですよひき肉ってめっちゃうまそうこれ見て思いますこれもなんかちょっとですよね多分そんな入れてないですよねでもこんだけ入っとうから1本全部とかいっちゃってもいいんじゃなかろうかとこれうまそう2本ぐらいいけそうちゃいます意外とも正直でしょ縦2本にしよううわその生のひき肉見てうまそうと思いますちょっと気持ち悪いと思っちゃいましたね分かんねん気持ちが分かんねんこいつらのこいつらの気持ちこれネギはどうする入れて潰すちょっと入れましょうじゃあまあでも潰すもんやなそうしかないやろ餃子屋の道は、うん、だからもう信じるしかないですよあとはうちらの食べてきたあの王将をこれぐらいかな入れすぎてもなネギネギ式、まあ、でもネギはいっぱい入っとうが美味しいもんなほら今餃子の匂いめっちゃしますこのニンニクの芽あ絶対それやろじゃあ、うん手で混ぜた方が早さで真っ赤になりますねあ、手で混ぜちゃっていいですよねどっちなのかなでもこんなネギでかいの入っとくかなそれはちょっと思いましたなんかネギはもっと
刻んでんじゃないですか、あいつら。でもまあ、潰しとったら同化していくって。潰れるんかな、それで。いや、わからん。潰しとったら同化していくも、ちょっとあんま聞いたことないですけど。手でやった方がいいんじゃない。こっちの方が力強く潰せんで。あ、でも結構、ほら、ちょっとなんか混ざってきてたから。あー、ほんまや、うん、ほんまや。これ多分時間かけたらワンチャンあるわ。時間かけるもんなんやっぱ。あれ、しなしなになっていって。あ、そう、絶対これ溶け込むんですね。そう、こねたらこねただけ美味しくなると思う。ニンニクの麺マジで正解な気する。これ、餃子の匂いしません、ね、今、うん、する。ちょっとね、それは絶対正解だから。あ、うまそうやん、しかもこの時点で。あ、これは絶対正解や。餃子や、匂いが。ね、ほんまや。でもそれでいいですか。もうちょっとあってもいいかもしれない、ね、この普通にスリスリしたニンニクも入れとったらいいんちゃ う, そうです、ね、あ、ダブルで。あと味付けですよね、肉自体の。これがいるやろ。絶対ニンニク体にいいからな。言ってこれは別に入れとってもいいんじゃない。あと鶏ガラも入れる。鶏ガラとウェイバーは、ウェイバーを入れとった方がいいな。餃子最初だってタレつけるから。あ、そっか。あんましてなくてもこれで OK とかあれや。もうほんと香り付けですね。鶏ガラってそのこと何、鶏の餌、何、鶏の餌じゃないでしょ。鶏で出しとって。どれが入れるんすか。え、わからん、入れるの。おー、結構、まあ、でもこれ美味しそうやから入れとっていいんちゃうかな。うんうんうん、匂いいいっすもんね。で、これウェイバー。うわ、これ開ける。これうわ、それは無理だね。気をつけてくださいね。全然大丈夫。あ、めっちゃいい匂いするウェイバー。うわ、うまそう。あ、めっちゃいいやん、これ。絶対いい匂いする。これこんなんだよ、ウェイバーって。めっちゃうまそう。匂いがめっちゃいい、うん、これは絶対うまいわ。これいいっすね。わかる。パチいっちゃいますね、ニンニクの芽も、うん、この時点結構いい感じじゃない。しかも体に良さそう。餃子って体にいいっていうのを教えられて俺も育っとうから。ダイエットとかにも地味にいいって言いますよね。ウェイバーこれぐらいにしよっか。入れすぎてもあれやし、ちょっとだけ、ちょっとだけにしときます。これはもうちょっと怖いんで、うん、ニラどうします。いや、でもニラはいっぱいあっても俺はいいイメージ。じゃあ今後でいっちゃいますか。いい。今回結構なんかどうなることやらと思いましたけど、いけそうちゃいます。うまそうね、意外と。え、ニラってこの辺のなんか色変わってるとこって食べれるのかな。まあ、いけるんじゃない。まあ、いけるんじゃないですか。まあ、ニラやからな、所詮。ニラやから所詮はちょっと分かんないですけど。ニラに俺らがやられたら絶対ないと思うよ。ニラと俺らの戦力だったら絶対俺らも強いから。そうっすか、ニラごときにね。ニラがどんだけ頑張っても俺に傷つくとつけれるんだもんね、こいつは。だから多分大丈夫だと思う。でもたまになんかありますけどね、めっちゃニラに似てる毒素があるやつ間違えましたってね、人がなくなりましたみたいな聞きますからね。ニラの反撃もありますから気をつけてください、ほんまに。毒ぐらいで死なんと思うけどな、これ。危ないと思う、毒はマジで。ほんまに危ないかな、毒。意外とヒカルさん弱いと思いますよ。結構、俺も無理かもしれないとか言って思い込みでやられるタイプ。でもこれさ、それっぽくない？ほら。あー、ほんまに。ぽいくない？混ぜたらほら、めちゃくちゃぽい。意外に野菜が目立ったんくない？そういうことか。そう、ほら。じゃあもう、私たちが今まで野菜のイメージが出なきなかったのはそういうことですね。うん、冒頭練り込まれとる。練り込まれ戦法によってうちら騙されてたんですね。そう、これ胡椒とかいるから。あー、塩胡椒いるんじゃないですか。入れますか、胡椒。わ、でもなんかすごい楽しみになってきました。お腹空いてきたし。あとこの天地のおすすめ出汁取ってあげてく。あー、一応あー、ね、隠し味としてね。あんたいいよって言ってくれますしね、うん、それ多分入れることによってね。塩胡椒巻いて。ニラ入れますね。おー、いいね。おー、結構混ぜていくな。でもこんなんちゃいます。で、多分混ぜたらもうなくなる、しなしななる、どうせ。あ、出しとるの。あ、いや、良さそう、良さそう。あ、うまそう。絶対美味しい。あ、うまそう。おじやみたいな匂いする。おじや。ニラニラ、まあ、うまいよな、あれ。え、おじや知らん。おかゆのほど。それ、わかるんですけど、ニラの匂いを嗅いでおじやって思うことはないです。マジで。ニラのおじや。おかゆってニラ入ってないんです。え、入ってないですよ。え、マジで。卵とかじゃないですか。ニラを入れるよな、結構俺ら。まあ、俺らの実家は入れるって感じだよね。めっちゃ前に入れるから。それ前だけのあれなんですね。そうそう、結構限界だもん、ここが。意外とすぐできるんや。まあ、でもそりゃそうや。そんなコスパなかったら、餃子のおしょうもあの値段で販売せんやん。確かに、ね、それでもあとは数作ってって感じですもんね、うん、行くとしたら出ていくから。でも結構練り込んでるよ。あ、でもいいんじゃないですか。あ、いい感じ、うん、これなんかワンチャンあるんじゃん。これワンチャン成功しそう。超えるかもしれんもんな。あ、全然な、可能性ある。あー、王将超え。うん、オッケー、じゃあ包みます。ここが一番のメイン作業というメインステージですからね、うん、わーい。包み方も大事なんかな、これ。どう包むんやろ。基本手のひら乗せます。2枚になってますけどね。まあね、手のひら乗せます。はい。で、スプーンとか。スプーンで大さじ1とかありそう。あー、ここに来て急に。スプーンとスプーンでこう一緒に合体させて。あー、分かる。ありそう。こうやって一個作りましょうみたいな。おー、ないっすか。でもこれぐらいじゃない。そんな入ってないでしょ。一口でパクっていけるじゃないですか。その時にこんだけの肉厚感じます。じゃあもっと削る。削ると思いますよ、多分。分かんないですけど。でもこれぐらいじゃない。ほら、そんな入ってますか。まあまあ行きましょう。俺じゃあこれぐらいでいこう。深めでいきましょう。はい、オッケー。こんなもんでしょ、ほら。あー、確かにな。俺じゃあ2個使うかな。ほら、料理変わってきてるじゃないですか。でもまあ、それ楽しい。2個使っとった説あるで。あ、でも楽しい、これ。私の記憶は正しければなんですけど、水で止めるんですよ。ちょっとこうつけて。おお、なるほどね。どうやってあの餃子の線つけるんですかね。適当にアドリブで。アドリブで。まあ、粘土みたいな感じだな。結構粘土とかやっとったからね、昔。紙粘土とか。ね、あ、上手でも。めっちゃうまそう、これ。結構でもボリューミーやな、それ。結局味ね。これちょうどですよ。あ、そんなもんやな。うん、これ肉飛び出てもどうで。まあ、そういうもんやって。確かにこの作業ちょっと楽しそうですね。早く食べたい。めっちゃ待つとこあるな。しかもこの種からめっちゃいい匂いしません？する。ニンニクの芽がな、ニンニクの芽がこれの匂いを香ってんのか。このね、餃子っぽい感じのブラキオサウルスの背中みたいなイメージしながらね。あ、ブラキオサウルスもし今現代におったらこうなんだろうなってイメージしながらね。おー、でも1個目よりうまいな。ほら、綺麗。ほら、ぽい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 よ、ぽいよ、ぽいよ。
それは何ですか、架空の生物、うん、ポイヨンみたいな、ポセイドンの友達みたいなこれでもあれやな、家族とかでやると楽しそうやな。あ、そうですね、子供とね、うん、昔そういうのしてこんかったけど、俺もやらなかったですか。餃子とか家で出てこんかったな、市販で多分作るっていうことがせんくらい、あんまなかなか。いや、ちっちゃい時はしてましたよ、まだ記憶ないぐらいですけど。だからそれでギリ傷つけてやった記憶あるぐらい。あ、記憶に残ってたんですね。でもその種とかもちろん作った状態で渡せるじゃないですか、ちっちゃいから。確かに確かに。なんか分かんないんですよね、中身とかはあれ何だったのか。うまそう、普通にこれ期待できない。これはこれ電子レンジでチン、最後。え焼くでしょ、焦げ目ついてるじゃないですか、餃子って結構ちゃんと焼くか。じゃあ子供の頃お母さんの料理のお手伝いするってなったら何ですか。したもんね。やったとして肩たたきとかじゃない、肩たたき剣みたいな、肩たたき作るやん。でもその可愛い一面はあったんですね。いやでも捨てた、普通道の肩たたき剣親に開いてくださいって言われて捨てた。なんで俺がそんな肩もまなかったね。小学校の時はもうその感じなんですか。そんなんやったな、覚えてないけど。そんなんやったやな、間違いなく増しとると思うね。俺のおかんが言っとったエピソードで、保育所行く時に保育所に行く理由教えろって言って保育園の色が色分けされとって、黄組、赤組、青組みたいなって、ありますね、ありますね。若くから行くところ黄組やったわけ。俺黄組の1年間行かへんかったらしい。その理由がわからんみたいな、行く理由が。何歳ですか保育園って。4歳とか、そんなに3歳とか、まあそれぐらい時にそうやって言っとったらしいから、ちょっと変わっとったんじゃない。赤ちゃん言葉っていうの使わへんかったって言ったのな。あー、言ったな。そう、前さんとかは普通に使ったんやけど、犬とか見たワンワンとかね。そうそうそう、そんなんを俺は一切使わへんかったらしい。保育所の頃から犬って言ったんですか。あ、そうなんじゃない。言っとったけどな、そこやヒカル伝説。でも可愛いですけどね、ヒカルさんがワンワンとか言ってたら、ないと思うで、それは。俺ほんまだから同学生の頃には多分エミリンに口喧嘩でどこどこの勝負するぐらいの感じだった。26歳のエミリンです。どこどこの勝負するぐらいの口の達者さ持ってたから。まあそうじゃないって今おかしいですもんね。え、でも言ってたじゃないですか、小学校の時の方はマイスターの方が強かったから。あ、でも口喧嘩は別にマイスターが強かったわけじゃない、能力が高かったです。足とか、あ、スポーツとか、そう、スポーツとか、そう、全部が高かってっていうだけやから。じゃあ小学校の時から口喧嘩は出ました。いや、口喧嘩っていう口喧嘩になんないですよね。マイスターがだから俺のレベルに追いついてないから、知能が。知能が、そうそう、言語が理解できてないんで。だからマイスターってほんまにワンパターンだよ。喧嘩ったら、ふざけた顔して、おちょくってきて終わり。今日マスターそんな感じ。マイスターじゃなくて、世の小学生がそれなんですよ。一般的な小学生そんなもんでしょ。だからその、親もですら俺の理論についてこれんかったら。ついてこれんかったというか、言って、からかうじゃないですか。で、その頃って名前に豚をつけたら、イラつくみたいなのあったんですよ。あー。わかります、その。あります、あります。だから俺はケブタとか、おいケブタみたいな。ヒカルが、いやお前コブタやんみたいな。そういうしょうもない。でもそっちの方がうまいやん。コブタは世の中におるからな。ケブタはないですもん。コブタは世の中におるやん。実在しとうからな、これはね。これでもちょっとさ、見て。美味しそう。おー、でも結構なんかちょっと、それっぽくない。数もできそうな、そう、この餃子のこの皮、雪見大福の外皮みたいな。あー、いい例え。美味しそう、これがもう一番いい例えですね。雪見大福の外皮その通りですもん。これはでもマジ期待ですね。絶対美味しい。外すことはないと思う。うん、うん、餃子の外近いかどうか分からんけど、はい、まずくなることないんじゃない。まずくはないですね。絶対うまい。新しい包み出しんやから。お、ここに来て。おお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 、小籠包みたいなね。あ、良さそう。これはこれなんか面白そう。ちょっとなんかお得感ありますけど、お肉いっぱい入ってる感じがする。でもなんかもっといっぱい買ったと思ったけど、意外な、意外と量にするとそんなですね。あ、そっか、ま、え、どういうつもりですか。こういうこと仕込まったな、俺ネーズないですね。肩叩き券捨てちゃうか。母の日とかは何もやったことない。だって小学生の時に一番仲良かった友達ちょんべんした時に芋折りの皮ってとこあったよ、俺。そっか、深くて芋とか亀とかがおるとこがあって、そこでファッションするのが恒例というか、爽快感みたいなのあったよ、高いところからするっていうのがあって、親友がおしっこした時に普通に突き落としたもんな。それもなんか、それも理由が自分のおしっこした時に人飛び込んだらどうなるんやろって思って。 YouTuber じゃないですか。そうでもなんかそれで思った以上に高かったから、あ、これやばいなと思って逃げ出したもんな。大丈夫でした、その子生きてました、ちゃんと。生きとるけど、それはやっぱりそれ嫌な思い出やってるな。めっちゃ怒られてましたけど。いやいや、そらそうでしょ、逃げるはやばいでしょ、引き逃げ、当て逃げと同じ部類の罪ですから。トンとしてしまう小学生やったから、大きい小学生ありえなくないですか。だって一歩間違えたらほんまにサイコパスですもんね。その時はね、サイコキラーみたいになりてる可能性はありますからね。はい、終わりました。いい感じで。うわ、ではもうラストはこれを焼いていくだけです。どれくらい焼けばいいのかもよくわからんけど、パッと見かな、いつも食べる焼き餃子の羽みたいなのはこれってこと。上っ側が羽になるってことかな。羽みたいなついてない餃子の。わかりますよ。これどうやってつけるんやろ。餃子焼き器みたいなのあるんやんな、本来は。あー、焼く専用のやつ、卵焼き焼く専用のフライパンみたいな感じのやつ。そう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 、ありそう。まだないからいきますか、向こうに。あと怖いのがこれ言ってしまえば生肉じゃないですか。中まで火通ってる確認どうするんですかね。どうだよ、表面焦げちゃいそうじゃないですか。ちょっとこれほんま謎ですね。じゃあ油、これを引きます。はい、火つけましょう。火つけますか。はい、火つけちゃいますか。はい、どれぐらい。ちょっとストップ言ってな。はい、あ、うん、その
はい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 、オッケー、伸ばさせてもろて、で伸ばしますと。これどれぐらい、ちょっと温まるぐらいまで、でも多分弱火でコトコトなんですが、ここからちょっと待って、ちょっと待ちますと。でフライパン温まったらもうここに、ぶち込みます、もうぶち込む、まあでもまとめてじゃない、こんな、そうです、まとめてやって、うん、パカッて裏返してる、そう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 、まとめてまず敷き詰めるんじゃない、で一個一個裏返していく、もうそれのみ。多分でもイメージめっちゃ弱くして蓋閉めて待ってるみたいなイメージありません、うん、ああ確かに、蓋いるんちゃいます、この辺の蓋使っていいんじゃない、ああいいですね。それ使って、これもうこれ、あ、これいっちゃいます、それいくしかない、あ、いける、いやいや、ちょうどいい、 あ、でもこんなんやってますわ、文章の人たち、うん、もうそろそろいく、いきますか、じゃあ、いきます、はい、一つ目、ダイブ、なんかちょっと勝負やん、温まってないのかな、あ、でも、今普通さ言ってますね、まあまあ普通さ言ってますね、うんうん、ダイブ並べる気がします、並べますか、じゃあ、はい、おー、ちょっと音してた、おうまそう、いや、ほんまや、あ、美味しそう、なんか多分こう、並んでるところを一気にひっくり返してパシャってやりますね、やつら、確かに確かに、来た時がこうですもんね、うまそうやん、これ、いや、これ絶対美味しいですよ、うわー、これはいいな、これでもこのままさ、置いとうだけでいくもんなんか、やっぱシャーンいるんじゃん、でも何をシャーンするかが分かんないですよ、水です、お、水急に、お前急に、ちょっと待って、急にそのアドバイスしてる、いやだからさすがにこのままじゃまずいなと思って、あ、ずっと思ったんすか、いや思ってましたよ、でもまあ気づくかなと思って、もうさすがに、あー、大人やしって、うん、でも俺が取ってなんか入れてシャーンはってたヒョウキャーンやる、まあまあ、水だ、水です、ほんまに、へー、はい、どれぐらい、いやもうこのボールぐらい、このボールぐらい、このタイミングだ、ちょっとそっか、じゃあこれなかったらうちら大失敗するとこだったってことですね、はい、焦げましたね、ど、焦げたとこまで、そうじゃないですか、そうです、シャーン行きましょう、おー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 、なんか楽しい、うわ、めっちゃええ、これで放置や、あ、めっちゃええ、なんかぽかったぞ、え、ほら、この感じとかも、確かに確かに、で、蒸し焼きでした、あー、確かに、ほんまや、これ蒸すんや、あー、なるほどね、そう、餃子は天津やから蒸すんや、あ、そうなんや、イクマンとかでさ、同じ、あー、なるほどなるほどなるほど、結局一緒なんですよ、あいつら仲間なんですよ、おー、いいね、うまそう、これさ、どれぐらい待つかだけ大事やな、まあ、確かに、中焼けてへんかったらだって食えへんからさ、どれぐらい待つ、その待ち時間だけ欲しい、そうっすよね、え、そんな待つんですか、え、片方だけで、あ、そうそうそう、片面十何分待つやん、いや、多分片面だけでいけますよね、蒸し焼きだったら、あ、そうなんや、あ、確かに片方だけは焼き水ですよね、ですよね、うん、こんなの2分の1ぐらいまで水入れるらしい、え、めっちゃ入れる、結構ちゃいます、いや、全然嘘や全然嘘や、お前全然嘘ですね、お前全然嘘つくやん、2分の1まで、ちょっとこれぐらいよ、え、そんな、もうちょっとだけや、いきます、はい、おー、あれシャン言わない、シャン言わないですね、まあこれじゃないですか、じゃあこれで待ちましょう、大丈夫かこれだ、でもじっくり、うん、まあね、蒸して、まあ、じっくり水分がなくなってきたぐらいが終わりです、じゃあとりあえずこれなくなるまで待ちたいと思います、はい、トキトバーシ、いやいや、せんせんせん、トキトバーシないですか、うん、そうそう、そんななんかしかもおっさんみたいなトキトバーシそれなんかそうなんじゃない、そのドーリアさんみたいな感じじゃないって思うそうなんですよね、じゃあ本件見せてください、何種類があるかな、これ最初は普通にトキトバーシやったわけ、トキトバーシ、いや違う、キリがない、キリがない、トキトバシ、トキトバシ、いや、ちょっとこんな時代だからラッパーじゃないとスクラッチとかするじゃない、トキトバシ、これやからトキトバシ、まあそうそうそう、どこから発生していくとどんどん変わっていって、はい、トキトバシ見たことないですけど、そんないや、食べなかったな、昔、え、もう一回やってもらっていいですか、なんかトキトバシ、いや、絶対見たことないもん、いや、そんなん見たことないもん、いや、あれあれだ、まあ、もしかしたらあったかもしれないですね、え、これトキトバシ、こういうことですよ、いや、あるあるある、発生系でね、じゃあファンの方、ほんまにあったら私に送ってきてください、多分ないんで、いや、いや、めっちゃあるよ、トキトバシの発生系、めっちゃあるから、タイムテレポートとかもありましたね、タイムテレポート、あれあれ、あの、ベルギーの時ね、トーマスとベルギーの時は、はい、海外仕様でタイムテレポートで買ったトキトバシ、へぇ、結構トキトバシ種類あるから、ほんまに知らなかった、そんな種類やったんや、最近やってないトキトバシ、これもあったから、かっこいい、うん、まあ、昨日じゃないですか、トキトバシ、そう送りしないでほしいな、悪いやん、いや、大事です、トキトバシまだ結構、水相当あるぞ、これでもちょっと行かなきゃいいかな、いや、相当あるで、これ、入れすぎじゃない、絶対入れすぎですよ、水餃子みたいになってます、うん、なんかおかしなっとる、まあでもまあ味がうまかったらいいんじゃないですか、まあ、まあ、一回とりあえずもう肉に火は通しちゃって、はい、その後考えましょう、なんだっけ、いや、それだけ、それだけです、それがあかんのじゃ、何でがですか、だから400万人行ってへんって言うから派生系がないねんって、あー、ヒアウィーゴーだけやんか、だから100万超えてから、ヒアウィーゴーちょっと進化させよう、あー、なるほどね、出そう、ヒアウィーゴーの進化系、え、それは何ですか、ヒアウィーゴーの言葉は使うけれども、あ、もちろん、さっきで時飛ばしなの、あー、だ最初これ時飛ばし、これ、うん、これが時飛ばしヒアウィーゴーそういうことですよね、多分
まあそういうことや。それやることで視聴者もあヒアウィゴの次のやつ見れたっていうヒアウィゴシリーズできるから。なんかジャンプみたいな感じなんですね。あ、そう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 。まずは進化していくみたいな感じなんですね。時飛ばしもだから全部これだったら一緒や。でも違うから集めるわけ、はい、時飛ばしシリーズ。時飛ばしシリーズ集めてる人いるんですよ。おるおるおる。ほんまリアル。時飛ばしめっちゃ持った人おるから。プロ野球チップスみたいな感じで。そう。時飛ばしみたいな感じになるんですか。いっぱいあるよ。時飛ばし全力ダッシュみたいな。だから違う昔。時飛ばしとかもシリーズめっちゃあるから。その時飛ばしを本の名前みたいにやめてもらえません。時飛ばしシリーズはいっぱいあるから。いやいや、もう俺が作ってきた歴史やからさ。まあ、そっか。こういうのね、時飛ばしがね。そう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 。すごい歴史積んどうからこっちも。まあそうですね。4年間です、ね。そうそう。だからエミリーそれがないからちょっと面白くないやん。ヒアウィゴーも。一個くださいよ。ヒアウィゴーに変わる編集点というか。エミリーの基本的にハバナイスでヒアウィゴーとか。なんで海外っぽくない。ハバナイスデーはディズニーのジェイさんが言ってくるんですよ。なんちゃらなアトラクションっていつですか？と言うだけ最後にハバナイスデー素敵な一日よーって言ってくる。なるほどね。まあ、素敵やなと思って。じゃあヒアウィゴーもそれにまあ派生しとんや。そうですね。その英語で言う。はい、英語やもんなエミリーの場合は。ああじゃあやっぱりそのあれじゃ次に行こうってことやから。はい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 。ネクストネクスト。もう次本気。めっちゃ長いですけどね。ネクストネクスト。ああまあいいですよね。これいろいろつけてね。ネクストネクストとかもいろいろね。声できますもんね。ネクストネクストとかね。まあでもネクストは使いやすいね。やっぱり次行こう次行こうぜっていう。煽る感じね。そうそうそう。次次みたいな。ネクストじゃないんですね。ネクストネクスト。変でしょ。私嫌ですもん、動画見てていきなりネクストネクスト入ってくる。入れてみたら全然変わってくるみたいな。それでじゃあ再生数めっちゃ上がると。あ、可能性視聴率上がるから。レンスタンプもできて。そうそう、レンスタンプやりやすいな。ヒアウィゴー、ネクストネクスト全部いけるからな。確かに。エミニーはラインスタンプはないです。出せんの。いや、なんかいらないかなと。それこそ語録が言うてないんで。ヒカルさん、いろいろあるじゃないですか。ファイトも光ですとか。いや、でも何個かあるんじゃない、言っても集めれば。そうか。で普通だってエミリンバージョンのこんにちはとかおはようとかだけで見分けやから。ああそっか、あっやーんとか言っちゃう。そうそうそう、それ言い訳やから。ありやけど全然。まあね、私マヤさんの笑ってるやつがほんまに一番好き。ああマヤさんの笑いはね、怖すぎるほんまに。私あれ深夜にヒカルさん何かの返事でマヤさんのスタンプ送ってきて、ね、あーありますね、ゾッとしたんですよ。ま、マヤさんの笑い声スタンプね、知らない人のために音声だけで言うとほんまに聞かせてあげてほしい。ほんまに怖いんですよ。これ深夜に送られてくるの怖いでしょ。でどうやったらだってこの怖い。今これできます、同じやつ。いやー、はい、じゃあ一回やってみて。じゃあ今から録音します。321はい。マジでいいんやから、マジでいいんやから。いや、やっぱできんじゃん。事故すぎや、すごい事故すぎや。あれ、じゃあ奇跡の一回だったんですね。長いやり直してるさ。そうです、笑い方で言えな。無理怖い、あれは。やっぱりほんまは俺の笑い声の言ってたけど、これ絶対笑い声マイスさんの方が面白いからって言うのマイスさんにしたい。あー、確かに。笑い声のイメージあるで、やっぱマイスさんですね。そう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 。あ、でも結構来たで。あーでもめっちゃ水多いぞ。水やっぱ多かった気しますね。これ強火にします。それかちょっと上げる、水飛ぶんで。飛ばした方がいいですね。ちょっと上げました。水飛ばしましょう。はい、水飛ばす。そんなセレブのお嬢様みたいな。水飛ばす。あーすげえすげえすげえ。パシ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 。これ一気に飛ばしちゃいましょう、水を。いいねいいね、いっちゃいっちゃいっちゃい。でもなんかパスタめっちゃうまそうですね。絶対ないでこれ。まずくはないでしょ。でもちょっと肉の色変わっとんや。気づいたらもう餃子っぽくない色。そうかも。あ、匂いめっちゃいい。あ、餃子の匂いする。完全に餃子。これパチですわ。いいねー。じゃあいっちゃおう。ネクストネクスト。あー、いい使い方。そうやって使う。ちょっと面白いです。ネクストネクスト大御所感で慣れてますね。回転するやつ。基本的にネクネク使うときは去っていくのが大事なんです。じゃあネクストネクスト。なるほどね、なるほどね。基本去っていきながら。そんな大御所感だったんや。そうそうそう。だから例えば何度か喫茶行きますみたいな感じで、ドア行くまでの編集点でネクストネクスト、そういう感じ。伝え合ってやそうですね。また使おうか。それやとネクストステージでいいじゃないですか。いやでもちょっとネクストネクストの方がやっぱいいな。かっこよさあるよな。かっこよさあります。ネクストステージって言ったらしんどいやん。怖いって感じだけど、ネクストネクスト次繋がるような感じ。まあね。そうそう。ネクストっていうのが多分ちょっとダサいんですよ。フランフランみたいな感じ。あーイメージした。そっか。フランフラン女子好きですもんね。そうそうそう。じゃあネクストネクスト好きです。そう。ネクストネクスト。使えた。お。あ。いいんじゃない。いいんじゃない。美味しそうだじゃない。熱。あ、気をつけてください。え、しかもほら、ちょっと焦げ目もいい感じじゃないですか。ほんま。餃子っぽい。そうな。餃子っぽい。でもこれ下大丈夫かな。怖いですよね。一回裏返します。ちょっと見た方がいいね。でもこれくっついとんじゃん、もしかしてワンちゃん。めちゃくちゃ。いやでも水入れとうから。めっちゃ崩れる。え、あ、すごい。
あ、あ、これでも後で引きちゃうわよ。めっちゃ面白そうこれ。びっくりした。そう。え、じゃあもうヘラでいっちゃいます。ハイキン。もう引っ込める？うん。あ、それかまあわかんない。こっち側もちょっと焼くんやったらつけたままでグワッとお好み焼きみたいな感じでひっくり返す。ああ。一回火止めました。はい。行く？行ってください。これからさえ行ってください。怖いんで。行きますよじゃあ。一回しかない時ですからね。ヘラヘラ。え？うわ。ああちょっと。あ、そうそう。頑張れ。そのまま一気に。おー入った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 。おおおえ、頑張れ。これもう無理です。ヘラ一個やったら無理ですか。無理だって全部まで行かない。全部は無理です。じゃあちょっとなんか、うん、餃子を仕分けして。おーおーあーうまそううまそう。あーこれいいんじゃん。美味しそう。もっと時間かけた方がいいんじゃん。確かに確かに。時間かけるか。じゃあ時間かけて最後もパサってもう押さないのしちゃいます。そうしよう。あと水ほんま飛ばそう。だから水全部オッケーです。水飛ばし。いやハマってないんですね、水飛ばしは。水を司る神、水飛ばし。あー、使う。こう、そう、こうだ。水流を司る神。なるほどね。ちょっと、中二秒くんの早い。この世の水分よ、時、滅びたまえ。水飛ばし。こういうことか。全部こういうの。何これ、これめっちゃ好きやね。ああ、伏せかもしれない。うん、確かに、挨拶の時も。誰だってこの動き。なんかありますもう。あの、プロレスラーの方、何だっけ。武藤さん、武藤圭司。それじゃあそれじゃないよ。してないですよ武藤さん。絶対しとるやん。あ、美味しそう。いいいいいい。てかマジで匂いがめちゃくちゃいい。すごいっすね。これ絶対美味しい。ちょっと焦げたぐらいやから美味しいやん、うん、これ多分ほんまにこれ羽根つきになると思うで。マジっすか。いや全部くっついとるもんだってこれが。ほんまや。うまそう。このパチパチが消えた瞬間ってことやろ。でもパチパチが消えるのがさっきか焦げるのがさっきか。まあまあ確かにそこはありますよね。武藤行くよ。じゃあもうちょっともういいかもしれないです、うん、いい感じではあるっすね。もうじゃあ皿移しちゃいましょう。でそのままパターでいきますか。でかい。結構皿買ったからいっぱい。ほら。あ、うわめっちゃいい。ピカチュウとイーブイの。かわいいピカチュウとイーブイ。これも一応ご飯、はい、これとこれで。オッケー。じゃあここに行きますか。イーブイ行くじゃん。いやこれはもうお願いしますわ。私は操りきれない、こんな重大任務。うわそれヘラも使いながら。はい、お願いします。いきます。はい、お願いします。一気にいくで。はい。おおいおい、うわおーおーでもこんなんや。おうわ、いいいい。あ、絶対美味しいこれ。完璧やこれ。めっちゃ完璧。うわ、うまそう。うわうわうわ、これやん。匂いめっちゃいいこれ。え、これできたんちゃいますこれ。マジで後ろこれめっちゃ匂いで。え、食べよ、食べましょう。これやばいと思う。え、美味しそう。これ大成功したの。え、これすごい。水効けてよかった。はい、入れますと。うわ、絶対美味しいですね。匂いすごいな、ニンニクの。絶対美味しい。オッケー。はい、食べますか。いただきます。これは気になるな。絶対美味しいよ。うわめっちゃうまそう。もえ、持った感じが普通の餃子。森今は食べてた。ほんまや。もう差が分からん。サクッとしてる。多分これサクッと言いちゃいます、うん、いただきます。絶対ないと思う。熱いんかなこれ。熱っ、熱いわ。熱そう。大丈夫、めっちゃ熱くないこれ。うん、熱そう。おいしい。死ぬほど熱そう。意外といくもん。あっかめっちゃおいしい。あ、熱っ。熱いで無理。でも餃子の王将じゃないけど美味しいです。餃子としてめっちゃ美味しい。お、うまっ。めっちゃサクサクする。やば、レベルめっちゃ高くないですか。お、これサクサクめっちゃいいやん。めちゃくちゃ美味しい。全然違うけど確かに、うん、中身は全然違うけど、うん、美味しさは間違いない、うん、めっちゃ美味しい。へえ。うまっこれ。大成功。うん、大成功大成功。全然うまい。これうまい。これうんうん、うまっ。うまい。普通にこの餃子食べれる店あるねんでって言われたら行きますもんね、うん、あ、そのクオリティなんですね、うん、全然違うけど中の感じは、うん、でも普通にうまい。食感がめっちゃ、うん、え、はい、質問。結局野菜何やったんですか。正解は玉ねぎと、玉ねぎなんや。言ってたんや。ニラと、お、ニラやとキャベツ。キャベツ、キャベツ入ってない。はい、ニンニクの芽入ってないんですか。確かに入ってないですね。あ、でもニンニクと生姜も入ってましたね。あ、なるほど、うん、生姜か。はい、まあ、ちょっとなんやろな、ほんまに。確かに。あとウェイバーとかも合ってましたよ。あ、ウェイバー合っとったよ。合っとったよ。ええー、そうなん。それちょっと嬉しいですね。うん、うまっ。これは革命。しかも音を聞いたら分かると思うんですけど、マジでサクサクですよね、うん、カリッカリ。やっぱ出来たてやから余計に。これはうまいわ。このなんかフワフワが確かにしないですよね、うん、ちょっとなんか小籠包をかける餃子感ある。へー、中からちょっとトロッと出てくるみたいな。わかる。こんな感じ。これ今回これ水が多かったのがちょっとあれですかね。あ、確かにそう、多分逆に小籠包感出たんですかね、うん、じゃあ偶然が生み出した。素敵。うまっ。味はマジ間違いなく美味しい。これでも連続で大成功、うん、まあすごいですね。うちらのだって中身全然違ったのに、ニラしか合ってなかったのに野菜にしても体に絶対味、体にいいもんばっかり入っとんだ中身。確かに。ひき肉は取ったやった、豚やった。ひき肉しか入ってへんかったからでも合っとんじゃないそこ。うん、違和感がないんで。これ絶対ない。出た、ヒカルさんが作った丸いやつ。丸いやつね、ちょっとシューマイ。あー、シューマイや、ほんまに。これはいい企画。ええー、わ、いいのも食べれるわ。幸せやなこれ。幸せになれる。でも逆にちょっと新しいかもしれないですね、この食材で作ったのは。うまっ、うまそうやな、中ほら。
うわ、ほんまや、うん、めっちゃうまそう。まあ、これで美味しくないわけがないですもん。なんか肉団子感ある、中は鍋とかに入る、うん、あの感じで餃子に詰まるとみたいな、まあ、いい例え。でもこれ逆に王将っぽくするのはどうしたらよかったんですかね。確かにこれはこれで美味しいけども王将ではないんで、うん、なんなんやろ。多分ところが工程にポイントみたいなのがあったんでしょうね、うん、適当にやってもほんのうまいもん作れるんやっていう感じですよ、ね、本当に食べてみたら、うん、食べてほしい。ちなみに俺今日これ一食目なんです、実は。だからめっちゃうまい。ニラがめやっぱな、いいわ。ニンニクのでもいい仕事してる、ね、確かにいい。口臭くなるんやろ、これめっちゃうまい。あ、うまい。めっちゃ美味しいですよね、うん、あ、確かに普通の餃子は肉肉しさ、これでも逆にうまいですね。手作り感がすごいな、これやっぱ量産型じゃないんやろなっていう餃子。あー、何も見ずにこれ作ってるのはすごいですね、マジで、うん、このお肉の味付け、絶妙やと思いました。確かに、うん、こんだけバクバクいけるってことがもううまい証明やね。ご飯と行きたい、チャーハンと行きたい、チャーハンと王将の。うわー、めっちゃ美味しい、絶対美味しい。王将ってあれ安いのにめちゃくちゃ美味しいですもんね。こっちもチャーハンは冷凍じゃないんで、これ大阪王将です。炒めるだけなんやけど、めっちゃうまいで、これ胡椒とかけるだけでもうマジでビビるぐらいうまいな。うまいっす。え、これどこに売ってるんですか、この見たことないです。多分なんか通販かなんかで買いました、これめっちゃおすすめ。家のチャーハンとこういう王将のチャーハンってほんまに違いますもんね、うん、それは買う価値あるわ。なんかすごいの出てきたなんかすごいの出てきたんやけど、皮はなかったんやけど、ハンバーグみたいな出てきたんやけど、1個だけ裸の。私ニンニクの芽めっちゃいいっすね。ニンニクの芽いいですよね、うん、ニンニクの芽って味するんすか。風味恐ろしくデカなんできた、合体してるやつです。てかあんだけパンパンにあったのにもうなくなっちゃう、珍しい。これそのレベルですか、ね、マジで、マジで美味しい。うまいっすもん、うん、サラダも食べてみてどうすか、うん、食べてみてほしい。じゃあいただきます。ほんまにこのクオリティすごい。え、餃子ちゃんと餃子、なんか風味すごいっすね。これがニンニクの芽の味かな。多分ニンニクとか多めに入れた、ニラとニンニクとか、うん、これがよかったね、うん、多めに入れたからかなり。これ中学生とか食べたらもう骨止まんないやつですね。バクバク食べるっすね。刻み麺とか意外にわからん、あんでかかったけど、だからキャベツもわかんないですわ。そうなんで自分で作るって面白いな、発見があるし。これは結構奇跡の一品な気がします。絶対そうっすよ、うん、でもこれもう一回作れって言われたら多分もう同じ調味料の配分とかできないじゃないですか、うん、奇跡の組み合わせですよこれ。次作ったらもっとうまくなる、止まんないですもんね。あれだって余裕で完食できますもんね。全然いけるで、前ちょっと超えてきましたね。超えてきました、ね、ミラノもうまかったですけど、やっぱじゃなかったですもんね。あれ普通に美味しいやん、うますぎて止まらん。あと今日一食目っていうのがある。これレシピ公開したら絶対ディズニーのチュロスみたいなバズりますよこれ。ヒカルの餃子、うん、簡単。確かに、だから多分ネギとかいらなかったって考えたら、ニンニクの芽とニラと餃子の皮とお肉。餃子の皮だけうまい、皮を普通に焼いて食うだけでうまいっていう、すごいなんかいい食べっぷりですね珍しいですよね、こんだけ。よく食べる男の子の母親ってこういう感情なんやろなっていう感情に今なりながら見てますもんね。やっぱ女性からしたら嬉しいですか。絶対嬉しいでしょ。私が作って入って出してこの食べっぷりやったら、それだけでちょっとなんか満たされますもん、心が。でも、あ、最高。普段そんなめちゃくちゃ食べてるイメージがないから。でもなんか水生活に変えてから結構増えてある。食べる量が一気に上がる、 1.5 倍ぐらいになった。理由は何なんですか。大食いして水入れてなんかやるのと一緒の現象なんか、お茶より水の方が食欲全然違う。健康なんのかな。なんかその水以外のものって水ぶくれじゃないけど、炭酸とかなんだお腹いっぱいになる。これはない、水は。逆に水飲んだら、あ、もっといこうみたいな、良くなってるんでしょうね、消化とか。そう、なんかお腹いっぱいの時に水飲んだら下に下がる、だからもっといけるっていう。へぇー、バクバクいける、マジでやばい全国にヒカルさんファンの女の子みんな作るでしょうね、餃子この餃子なんかイベントしたらなんか差し入れめっちゃ餃子、餃子冷凍餃子とか、ここの餃子も美味しいんだよつって。うまいな、本当に完食しましたもんね。でも僕的にはもうあれっすよ、王将を超えてましたけどね。王将の量産型やから手間がかかってないんだけど、こっちの方が多分手間かかっとるから、うん、なんか王将の土台に美味しい要素足していったみたいな。だから王将超えですもんねって思ったらほんまやで、すごいことが起こってますよ。王将超えてるわけですから、はい、餃子の王将で飲んでるしねびっくりしたよ。あ、完食素晴らしい。うわー、すごいね、これフードファイターヒカルがもう綺麗に食べました、うん、でもこれ冷静に成分見たら芋しか入ってないですもんね、うん、結構いい気がする。あ、うまかった。よかったです。いや、これはよかった、ほんまによって、うん、はい、というわけで、今回はね、餃子の王将を再現したんですけど、王将超えぐらいのクオリティのやつできちゃった、うん、うん、美味しかった、うん、もう大成功ですね。はい、また次回もなんか作りたいと思います。じゃあ作りましょう。終わります。ありがとうございました。バイバイ。口の中にもういっぱい入ったかな。いや、でもほんまにすごい良かったですね。動画内で食べきっちゃうの数えるほどじゃないですか。意外ですもんね、結構動画終わってから。一人でめっちゃ行ったもんな。もうなんか取り憑かれたように食べてましたうん、これうまいなみたいな。もうほんまになんか餃子の何かに取り憑かれたみたいな食べ方やったやろなっていう。水も行くね。うん、いいね。全部いっちゃい、いっちゃえユー、いっちゃいなよ。ウォーターサプリメント。どういうこと、どういうこと。ウォーターサプリメントって言うて、水と餃子、水餃子、水餃子、水餃子、これが本当の水餃子、うん、うまいわ。水めっちゃ美味しそうに見えますね、ヒカルさんは。俺ほんまに何かを売る力めっちゃ強いから、イロハスから来るんちゃいます。特茶だって絶対俺売り上げ上げたくないんで、こういうのも大事。特茶の人悲しいでしょうね
こんな水ばっか飲まれたらもう飲んでないですからね、もう特茶だってCM 狙ってます今のあーは確実になんか意図的なあーでしたけどね。 CM 出るならエミリーと一緒で最高、お願いします、お願いします、いろはさんお願いします。 See you next time. Next next